平成22年9月17日金曜日、菅政権発足後初の内閣改造を行いました。午前、菅総理は閣議を開催し、現閣僚の辞表を取りまとめました。午後、国民新党の亀井代表と与党首脳会談を行った後、組閣本部を設置しました。閣僚の呼び込みが始まり、連絡を受け、新閣僚が次々と官邸に参集しました。仙谷官房長官から閣僚名簿の発表が行われました。菅直人総理大臣は今般内閣改造を行うことといたしました。内閣官房長官につきましては、引き続き私仙谷が担うこととなりました。よろしくお願いを申し上げます。夕方、皇居での新閣僚の認証式に向けて出発しました。総理大臣官邸に戻り、初閣議を行いました。初閣議では、菅改造内閣の基本方針や人事案件について決定しました。閣議終了後、全閣僚に内閣官房副長官らも加わり、記念撮影を行いました。こうして菅改造内閣は正式に発足しました。その後、菅内閣総理大臣の記者会見が行われ、ちょうど1年前に政権交代による最初の鳩山政権が誕生いたしました。そして1年経った今日、改めて私の改造内閣がスタートいたしました。私なりにこの1年間とこれからを考えて、この1年間はいろいろな意味で試行錯誤を繰り返した1年だった、試行錯誤の内閣だったと考えます。そしてこれからはその試行錯誤を踏まえて、一つの具体的な事柄を実行していく有言実行内閣、こう皆さんが呼んでいただけるような、そういう内閣を目指す有言実行内閣をまさに実現をしたいと、このように考えております。その後、菅改造内閣の閣僚が順次就任記者会見に臨みました。21日火曜日、午前の閣議において副大臣・大臣政務官が決定し、官邸に集まった新副大臣とともに宮中における認証式に出席しました。官邸に戻り、仙谷官房長官らとともに記念撮影を行った後、初副大臣会議に出席し挨拶を行いました。大臣、副大臣、さらに政務官を交えた政務三役、それからそれぞれの省庁の官僚の皆さんとが、官僚の皆さんにやってもらうところは大いに働いています。しかし最後のところはしっかりと政治的な判断を政務三役、さらには内閣で、し、最終的には私が判断をさせていただく、そういう体制をより強力に、組み上げていただきたい、このように思っています。
き続き大臣政務官に対して辞令交付を行った後、記念撮影を行い、初大臣政務官会合に出席し挨拶を行いました。今日本は20年間の閉塞状態の中にありまして、いよいよ民主党政権2年目で本当に国民のために何をやってくれるんだと、ある意味では非常に厳しい目で見られていることはお互い理解をしていると思いますので、政務官の皆さんもぜひ大臣副大臣とともに、あるいは内閣全体でそうした閉塞状態を打ち破るという、その先頭に立って頑張っていただけるよう心からお願いをして、私の挨拶とします。